はいどうもこんにちは、レッチです。さあ今回はアタックオントイズ超大型アップデートやっていきましょう。さあ新キャラです。まあ、新キャラというかね、スキンが変わっていろいろ変わったね。何これまあ、ユニットも変わってます。あ、少ないね。さあこれカウボーイですね。カウボーイチーム、まあ、最初にいるやつは普通のアーミー面ですけど、もうその後はね、こいつらだけと。ああ、タワーは1個ね。あ、ここに乗る感じかな。ちょ、置いてみよう。ちょっと不安ですね。これ何ってか、畑。結構するけど。なんかいっぱいあるよ。ああ、でも、まあ、畑らしく、プラスチックを生み出すんだね。だプラスチックが生まれればこうユニット出せるからってことか。ガンスリンガー。ああ。ガンマンだ。あ、かっこいいね。これ強いのかな、まあ、他にも増えてるんですけど。とりあえず、あと何いる？で、ちなみに車これですね。高。トラクターしかない。しんどいですね。で、これが、バーンってなんか食料庫みたいな意味ですよね。畑の穀物庫みたいな。あ、牛生み出すんだね。スポンカウス。あ、これね。これは何？出すか、じゃあもう。お金はあるんで、最後の最後。ギリギリ。でもこれ戦えるみたいよ。戦えんのかな？アタックにはなってるけど。さあ行ってみようぜと。で武器は、あ、おんの！トマホーク。トマホーク投げれない。投げれないか。やば。変えるかな、武器。ね。ウェポン、ウェポン。あー、変えるね。変えちゃうな。ちょっと買わないでいっか。この、ね、カウボーイたちが守ると。あ、カウボーイたちいるじゃん、ここに、ほら。これ強化はできるよね。してみるか。どうなるんだろう。さあ、牛あれお金生み出してますね。なんだこれ。何が強くなったんだろう。おお、終わりか。え、味方が増えたわけでもないね。いや、いいね、この新しいやつ。なんかね、いろいろこれからも更新あるみたいで。海鮮とかもね、アナウンスはあるんで、楽しみですけど。さあ、これインベージョンなんでね、敵がここの拠点に攻めてくるのを守るという感じなんですけど、まあ、外で戦ってくれてるね。まあ、最初は何もすることなくと。さあ、これいるだけでお金稼げてるな。置いてみる、これ。なんか特殊な何かあんのかな。インクリースプラスチックプロデュープロダクションと。プラスチックの生産性が上がるんですよね。守らないといけないのかな。あとこういうのがいいのかな。こういう生産系は元の勢力がなかったからね。新鮮ですね。あ、来た来た来た。おら。おらおらおら。ダメージ高くない？これ。ほら。さあ、勲章ゲット。ちょ、トラクターで帰ろうか。ブイブイ言わせよ。あの、車、あ、銃ついてんじゃん。よし。あ、いいね。後ろ乗ってね、相棒。この弱かったらしんどいよね。ちょ、戦車の方行ってみよう。終わっちゃうかな。のどかなゲームだな。全然違うよ、もう、元と。他もいるから試したいね。まあ、今回のアップデートはモッドにね、もっと対応したっていうね、ものなんで。改造したものがもっと出てくると、もっともっとですね。トラクター VS 戦車。いきます。
お、きついな、段差が。あ、段差なければ勝ってましたね。まずは、まずは回転しよう。お、ほら、潰してます。こいつか、さておき。こいつの銃なんか燃えるね。強いんじゃない？これほら。農家なめんなよと。でも7000するんだよな。高いよね。9万4000今あるよね。守備固めよっかな。行ってこい。あ、結構でも壊れかけてんね。で、スポーンするやつないっすね。味方ストーン、スポーンしかないね。ウィンドミル。これもだってさ、生産系じゃないの。畑でも作るか。じゃあ畑作ります。あ、これ壁じゃない？これは壁だね。わかりやすく。畑作ろう。ここに畑作ろう。これ一方切るな。じゃあ飾りか？一方切るも飾りですよね。畑作ります。この時間を使って。こうだね。あんま上下ちょっと操作覚えてないですけど、これが新型のバージョンですね。大型アップデート。戻りましょう。これアタックっていうのはこう来てくれるってことなんですかね。で、スポーンがあるけども1体だけ。あ、でもいるな。何体までいけるんだろうね。さあ、極めてしょぼい守備ですけども。これアップグレードできない。あと、拠点強化しよう。よし。あ、この辺も最高レベルか。行くか、トラクター。行ってこい。トラクター族行ってこい。参加しよう、参加しよう。行くぞ行くぞ。あ、ちょ、早い早い早い。あっ、オッケー。さあ、選手対トラクター軍団。遅いな、味方のトラクター。馬力が違う、馬力が。次発見。もろいな。やばい、やばいぞ。どうするどうする。どうするどうする。これうわやばい。攻められる。あともうカウボーイの本拠しかない。あ、牛なんか撤退してる。ちゃんと撤退してる。ここで誰を出そう。トラクター軍団まず行こう。ミニトラクター軍団。で、銃、ガンマン、マックスマン。行くぞ。総力戦です。最後の防衛と言ってもいいくらいの総力戦。あ、カウボーイなんかの、ガンマンか乗ってるね。でででで。よし。痛いなぁ。あの、結構ダメージあるよね。戦車をボコボコにできてるんで。みんなの奮闘見るか。さあ、トラクター VS。勝ってる勝ってる、全然勝ってるよ。トラクター強いね。敵の歩兵がね、のさばってます。あと30いる？そんなにいるかな。
まあ、これとかがそうか。倒れてるやつはとどめ刺さないといけないんでね。メディックとか入れると直されちゃうんだけど。でこいつは銃燃えるからね、弾が。もっと安ければな。安ければ出せるんだけどね。いや、全然倒してる、倒してる、倒してるよ。あ、これ近づかないといけない。しんどい位置から撃ってきてるね。いけいけいけ。あ、乗り込んだ、乗り込んだ。来ました。カウボーイスタイル。カウボーイなのか。馬には乗ってないですけど。牛乗りたかったね、それこそカウボーイなんでね。これすごいな、これが強いんだもんね。これが最強なんで、うちの最強やらせてもらってますけども。死にゆく運命だ。どういう心境なんだろうな、こいつ。ああ死に目が見れなかった。ああいつまだいるんだね、あそこね。なんかあ、ここね、虫湧いてくるんだよね、確か。それのとこにとどまらされてんのか。こっちから行くのも遠いしな。ほぼ全部あそこにいますね、9人。出向くの大変だし、まあ、ここにしましょうか。まあ今回ね、とりあえず、更新がありまして、そこでね、増えた新勢力。まあ一つ目のね、カウボーイ試してみましたね。ちょっとインベージョンだとね、試しづらそうなんで、まあ叩きやすいからね、選んだんですけど、他のでもちょっと試してみようかな。まだ他にいるんでね。さあ、カウボーイは特徴的にはまあ、ユニットは少ないね、さすがに。なんかまあ、モッドとかで増えればいいかなって思うけど。まあ、基本的なとこはまあ、揃ってはいるのかな。また時代的な部分もあるのか。まあ、そもそもね、カウボーイっていうのは、ね、別に軍事的な存在じゃないから、大砲とかね、そういうのはないと。いうところで、最高戦力がトラクターっていうね。変わった勢力ですね。で、このなんか無限に生み出せるような、まあ、無限、まあ、ある程度数決まってますけど、これはね、一応無限に起きるんですけど、数的にはね。一応こういうのがあるよと。で、この上になんか不安って飛んでるやつは、このお金生み出してるはずなんで、まあ、土地であればね、こう無限に生み出せるんじゃないかなと。コツコツと。これで、まあ、ガンマンとか出してね、戦っていくと。トラック、あ、敵来た。あいつだけ倒すか。まあ、しんど。いけいけいけ。あ、余裕ですね。